皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでカタツムリを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られています、こちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にカタツムリと光と丸と、アジサイの下書きをしています。こちらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちら体の部分だけを先に切り抜いて使っていきます。で、内側も捨てずに取っておきます。で、アジサイは花の部分を先に切り抜いています。使いやすいようにカットしておきます。それでは早速描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。黄色や黄緑色、緑色、茶色やピンク色、水色などを削っています。コットンも四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。花の部分、少し色を抜いておきます。消しゴムで形を描いていきます。続いてこちらを型で隠した状態で葉っぱ部分を切り抜いて色を入れていきます。パステルの角を使って葉脈を描いていきます。続いてカタツムリの型を葉っぱの上に合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。内側に色を入れていきます。先ほど塗った部分を型で隠してから殻の部分を切り抜いて色を入れていきます。巻き模様を描いていきます。背景に色を塗っていきます。光と丸の型を背景の好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。光の数を増やしていきます。カタツムリに顔を描いていきます。白ペンでツヤと光を入れていきます。小さな光も入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。
これでカタツムリの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。